アリたちが眠りにつく冬。我が家にはまだ止まり木の見つからないアリがいます。それはこのケースの中で暮らしているトゲアリです。コルクで作った飼育スペースの中には身を寄せ合う4匹のトゲアリ女王がいます。トゲアリは社会寄生種なので、暮らしていくためには宿主が必要です。では女王たちがなぜこのような状態になったのか、女王たちの経過を少し振り返っておきましょう。飛行は昨年の秋、そして最初に女王たちが挑んだのがトゲアリを、トゲアリのワーカーに寄生させるという直端寄生という、方法です。敵対行動などは見られなかったんですが、結局寄生させたワーカーが、どんどん死んでしまって、結局、女王たちだけが生き残りました。たくましく生き残ってくれた、トゲアリの女王たち、季節外れではあるんですが、女王が生き残ってくれたことで、まだ寄生のチャンスが、残されていると感じました。ぜひ、これらの女王たちにもう一度チャンスを、与えたいなと思っています。そして、4匹のトゲアリ女王のうちの、2匹を、取り出して次の作戦に挑んでもらうことにしました。この2匹には新しい寄生先を用意しました。まずは胸アカオアリのコロニー。冬場の採集方法の一つ、枯れ竹割りで得た胸アカオアリのコロニーです。こちらのコロニーは女王が、ちゃんといるコロニーですね。ワーカーは約30匹程度です。そしてもう一つのコロニーは、ミカドオオアリのコロニー。こちらも同じく、竹割りによって得られたコロニーです。そして、このコロニーにも、女王が存在します。ここですね。ミカドオオアリも、トゲアリの、宿主になる、可能性のある、アリとされています。それでは、季節外れの寄生開始したいと思います。まず作戦としては、通常通りワーカー1匹と、トゲアリの女王をなじませるという方法です。まずは、左手側に、胸アカオアリを導入します。はい、入りました。トゲアリ女王と胸アカオアリの、ワーカーですね、それぞれ1匹ずつを同居させました。緊張のファーストコンタクトということなんですけれども、まずは出会って早々は胸アカオアリがちょっと疑算をかけるような行動を見せましたね。まあ、基本的には別の種類同士が初めてコンタクトするので最初は攻撃を受けたりとかお互いに警戒したりとかそういった挙動が見られますね。ですがこれはまあ普通のことでここからだんだんと馴染んでいくということになります。お互い歩き回ってますね。やはり落ち着かないようです。胸アカオアリのワーカーもちょっと攻撃を仕掛けるような挙動を見せました。トゲアリは特に攻撃などは見せませんが、
トゲが、あることによって胸垢終わりからの、攻撃も、効きづらい、仕組みになっています。そして右側の、トゲアリ女王に、ミカドオアリのワーカーを1匹導入します。ちなみに、左側胸垢終わりが、トゲアリのワーカ ー, あーごめんなさい女王に、噛みつこうとしてるんですけれども、トゲがあることでやはりうまく噛みつくことができません。これはおそらく進化の過程で身につけた防御なのかなと思っています。そして右側ミカドオアリにトゲアリ女王が初めて出会いました。こちらもファーストコンタクトですね。やはりミカドオアリがまずは攻撃を仕掛けています。トゲアリ女王の方はとりあえずまずはちょっと逃げるというかちょっとあたふたしたような、挙動を見せてますね。ただまあこちらも、初めて出会う、別々の種類なので、やはり、こういった緊迫の状態は必ず起きるものです。ちなみに左側の胸垢終わりは、若干もう、びっくりした様子というか、そういったのが少し落ち着き始めているように見えます。ミカド終わりの方は、まだちょっとやっぱり、威嚇するような行動が見えますね。そして次の作戦、ワーカーを段階的に増やす、それから、チャンスがあったら栄養補給を行うということです。ワーカーを2匹、続けてさらに5匹と増やしていきました。胸垢終わりに寄生させた方ですね。1匹目を導入するときよりも、比較的すんなりと、2匹目以降は入っていきます。こちらミカドオアリを導入した側ですね。女王が1匹目のワーカーに出会ったことによって、匂い付け行動というのが、徐々に進んでいくので、2匹目以降の、ワーカーたちにとっては、敵対の行動がだんだん薄れていくという、流れになります。そしてここで、栄養補給を行いました。狙いとしては、ワーカーが飲んでもらって、これをトゲアリの女王に、口移しで、あげてもらえたら、栄養的にも安心かなというそういう作戦です。この段階になると、お互いに特に慌てた様子はなくて、とりあえず一旦落ち着いたかなという感じに見えます。そして、寄生の過程で、見ることができた匂い付け行動をちょっと観察してみます。こちら胸垢終わりと、トゲアリの女王です。トゲアリの女王が前足2本を使って、胸垢終わりのワーカーの体を触れたり、しています。そして、時折ですね、前足を使って自分の頭とか、それから体に、胸垢終わりから取った匂いをなすりつける、そういった行動が見えます。今ちょうどですねやり始めてますね。頭とか胸部、背中の部分ですね、そこに、ちょっと匂い付けを行っています。器用に、前足を使って、自分の背面の方に、匂い付けをしている感じですね。はい。でこちら、ミカドオアリ側、画面上の方ですね、ちょっと見切れているんですが、こちらもトゲアリの女王が、ミカドオアリのワーカーを、触りながら自分の体に匂い付け行動をしています。同じように前足を使って、
うまく自分の体に匂いをつけてる感じですね。これを行うことによって、トゲアリの女王は帝終わりのワーカーになりすますことができます。そしてさらにワーカーを8匹まで増やしました。この段階でも、特段の、攻撃されるような行動は、見られませんでした。多分この状態だとまだ特に危険な雰囲気は、なさそうに見えます。ここから先ですね、トゲアリ女王にとって正念場となる、ステージが待っています。次に移れるのかどうかタイミングを、見計らいたいというところですね。そして次のステップは、トゲアリの女王にとって、最大の、難関となる相手方の女王への寄生の行動になります。このステージが危険を伴う最大の難関になるんですけれども、こちらの様子はまた次の動画でお届けしたいと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。